はい、先日の動画ではですね、ダニの殺虫剤について、加圧式のね、噴霧器と一緒に紹介したんですけど、今日はね、その他の薬のことをちょっとね、紹介したいと思います。こちらがね、ベニカ X っていうかな、ファインスプレー殺虫殺菌剤やね。で、ここの真ん中の2つが、これが活力剤って言われるやつですね。リキダスとかメネデール。で、こっちのこの2つが、これまあ一緒なんですけどね、ビストロンの2つですね。こちらがビストロンの10とこれが5ってなってますけどね。まあこういった薬はね、ストレートでそのまんまこう使えるやつと水でね、希釈して使うこう2通りのタイプがあります。ストレートで使えるのはね、この分ね、ファインスプレーとかこのビストロンの5なんですけどね。例えばそのね、このベニカ X ファインスプレーになると、こちらになるとですね、貝殻虫とかに効くんよね。これがね、ダニに効くとか勘違いされてる方もいると思いますけど、こちらの方はね、その分の効能っていうか効果はありませんのでね、そういった感じになります。で、これがね、だいたい 1000ml、まあ1リッターですね。で、これでだいたい1000円ぐらいかな。うん、そういった形になります。で、こういうストレートタイプっていうのはね、結構値段的には、コスト的には高いんですよね。うん、手軽さはあるんですよ。そのままもう、プッとこうスプレーすればね、終わりですし、こちらのビストロンも、このまんま、まあ、これ今僕ピンセット持ってますけどね。これをこうつければ、それで消毒ができるから、すごい手軽ではあるけど、かなり割高です。で、このリキダスあたりっていうのは、水で希釈するよね。このビストロン10も、ま、希釈するんやけど、希釈するやつはやっぱりですね、その分手間がかかる分、お値段の方が安くなってます。で、リキダスの場合、これ1000倍で薄められるんよね。これはね、リキダスは、こう書いてますけどね、こういうふうにね、いろいろあるけど、書いてますね。サボテンとか、盆栽などが、1000倍という形ですね。で、こっちの今度メネデールになるとね、これがね、100倍なんね、こういうふうにね。10ml に1リットルだったら100倍になりますよって、そういう形になる。で、ただ薬液のね、量を、これで見てみるとね、どうなるかなっていう感じなんですよ。1000倍とね、100倍って10倍違いますんでね、それを、1リットルあたりどれぐらいお値段の差が出るかっていうのをちょっとね、書いてみたんですよ。ね。メネデール。メネデールがまあさっき言った通り、100倍希釈なんやね。で、まあ、販売価格はまちまちなんやけど、200ml が700円の場合になるとですね、まあ途中の計算式は省いてるんやけど、100倍希釈で1リッターのね、薬液を作る、希釈後のね、薬を作るとするならば、1リットルあたりの薬のお値段っていうのは35円なんですよね。で、リキダスの場合、800ml、まあ 450ml とかもあるんですけどね、800ml はまあ800円ぐらいで売られてるよね。で、こちらを1000倍で希釈するとね、これ1ml あたり、これ計算しやすいんですけどね、1円しかかかりませんからね、うん、800割る800でね。そうした時に、1リットルあたりっていうのはたった1円しかかかんない。だから、1リットルの薬液を作るとき、リキダスは1円で終わるよね。こっちの方は35円。1円と35円。そういう差が出るよね。で、まあ1リットルあたりのこう効果っていうのがね、差があるのかっていうのは、これちょっとね、なんとも言い難いんですけどね。こんだけ差が出てくる。希釈倍数の差によってですね。で、リキダスはね、このストレートタイプってあるよね。で、それは1リットルの薬液をね、ネットで値段調べて、計算したらね、1リットルあたり800円以上するんですよ。こんなに差がある。希釈しないやつと、希釈するやつでね。ですので、こう希釈のね、計算とかそう難しいもんじゃないんで、こういったことを覚えてね、うん、なるべくそういった薬を、扱った方が、
あれですね、相当ランニングコストが安いからですね、それだけお得です。考え方としてね、1000倍希釈の場合とかになると、こういう風になるよね。1000倍だと薬剤が1ミリリットル時に、水を 1000cc、1リットル。それだと1000倍希釈っていうことになるんですね。で、500ミリリットルの時には、まあ、1000分の1ですから 0.5 ミリリットルでいいんですよ。それがまあね、どんな感じかっていうとですね、よいしょ。まあ普通ね、ペットボトル、まあジュースとか飲まれるやろうけど、これがだいたいほら500ですよね。500ミリ、これ水ですけどね。これの場合、ね、これダニ薬のキャップ、カップなんですけどね、小さいですよ。ここの分、この分で1なんですね。1ミリリットル。ですので、500の水に対して薬液はちなったら、これの半分でいいんです。これのわずか半分。このわずか半分ってね、どれぐらいかっていうとですね、ほんのちょっとですよ。まあ、これ薬剤を使わないで水でいくんですけどね。こうやっていくでしょ？こうやっていくでしょ？入れすぎると思う。ちょっと、こう入れて。ほんのちょっと入れる。これだけでも、ね、1cc。これでも入れすぎなんですよね。だからこれのさらに半分でもいい。ほんのこれぐらいでね、1000倍の薬が作れるんですよ。だからね、苦手な人っていうのはね、薬を、これいっぱいに入れたりする人、それ以上に入れたりする人もいるよね。で、そうなっていくと、薬ってね、1000倍希釈どころか、100倍希釈とかね、そういう風になってしまうんで、計算についてはですね、本当にね、注意した方がいいと思います。それとですね、こっちのまあビストロン2つあるんやけど、こちらの方がね、あれなんですよ。ね、ビストロン、こっちの方、希釈するのはビストロン、まあ、10じゃない、10って言うんやろな。10っていう。このウイルス消毒液は、このね、第三リン酸ナトリウムの 10% 液、この10を取って10なんよね。で、こちらは2倍に薄めて使用ができる。たときに、500ミリ水があるなら、500cc、500ミリ、やっぱビストロンがいるちことなんよね。で、こちらの5になるとそのまんま使用可能なんですね。5% なんで。これもね、ずいぶんね、色あせてるからあれですけどね。これね、ビストロン10。こうなるとね、どっか書いてたな。あ、こうね、2倍に薄める、ほら。ね、100ミリの時が100だから200になりますよ、っていうようなことですね。で、これ消毒するときには、ピンセットなどを数分間つけるっていうふうになってるよね。数分間ち、いろいろやろうけどね。何分なのかっていう感じなんですけどね。で、こちらのこの分っていうのは5なんで、こういうふうに薄めずにこのまま使えるって感じなんですよね。ですので、これをどうするかって言ったら、こういうふうにね、ちょっとこれカメラ下げますけどね、こういう感じにして、このピンセットとかをこうつけとくんですよね。ここにもこうハサミがあるけど、こういったのをね、こういうふうにつけとく。ね。で、これで数分間置いとくんですよ。ね。で、これで数分間置いて、どうするかっていうのは、これがまた説明に書いてるかな。ですね。あ、そうやな。数分間、こう書いてますけどね。つけた後に、綺麗な流水で洗い流しますっていうようなことでね、書いてますので、こういうふうにね、つけた後に、これを出してですね。まだこれ数分経ってませんので、これを水で洗い流して拭き上げる。そうすると、まあこれがね、殺菌できますという、そういったようなね、ものになります。まあウイルス系の関係っていうのはね、目に見えないんでね、ハサミにそのウイルスがついてるか否かっていうのは、なかなかわからないもんやけどね。まあ自分もあんまりこう神経質にやってないんやけど、まあたまーに気が向いた時にやるっていうぐらいなんですけどね。はい。
今からね、暖かくなってこう季節も良くなるとウイルスもね、活性化するっていうような話はよく聞きますんでね、まあいろいろ気になる方はね、たまにこういうふうにね、やってみるといいんじゃないかなというふうに思います。自分はね、いつものあれで気まぐれでやったりやんなかったりなんですけどね、やっぱ気になるっていう方はやっぱこういったことでね、やっていくと、よろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、というのことでね、今日はね、殺虫剤の話と活力剤の話とね、このウイルスの消毒液か、というようなことで、お話をしました。それと、なるべく薬はこう希釈ね、水で薄めるタイプの方がランニングコストとしては、随分安いですよっていうような話をね、させていただきました。はい、ですので、皆さんがこう薬を使うときにどういうような選択をするかっていうのはね、今日の動画を見て参考にしていただけると、自分も嬉しいんでですね、はい、それぞれの考えの中でやってみてはいかがでしょうか。ということで、今日の動画はね、終わりたいと思います。多肉がね、全く出てこなくて、この薬とか、こんなばっかりでね、面白くなかったかもしれませんけどね。はい。チャンネル登録とかですね、グッドボタンを押していただけると、非常にね、嬉しいので、よろしくお願いしたいと思います。はい。それではまた。